ジャンゴです。梅雨です。めちゃくちゃ梅雨、めちゃくちゃ梅雨、湿気がムンムンしております。秋田県ね、最近めちゃくちゃ天気悪いんですよ。で、ここ、なんだ、2週間ぐらいもずっと雨予報なんですよね。あ、だけど晴れもちょっとあるわ。ほら、見えるこれ。ほぼ雨予報。やばくね？雨っていうことでテンションがダダ下がりしてるわけなんですよ。雨めっちゃ降って、沈んだ気持ちをね、ちょっとでもテンション上げるぞっていうことで、今回はね、角田で行こうと思います。で、なんで角田って行こうと思ってるかというと、あのね、角田にね、あれあるんですよ。仙北市だね、とりあえず。雲沢ドライブインっていうね、ドライブインがあるんですよ。そのドライブインって何面白いんだ、何テンション上がるんだって思う人もいるかもしれないですけど、それはですね、レトロ自販機あるんです。レトロ自販機知ってますか？セリオ様あるやつですね。この YouTube でも前に確か公開、気兼ねこと言った様子をね、公開するんで見たい人は見ていただければと思うんですけれども、そこにもね、角田にもなんとあの自販機があるということでね、ちょっとそれ食ってテンション上げようかなって思っております。なんかゲーム機、レトロゲーム機、昔のゲーム機もある見てったんですよ。なのでね、レトロ自販機でそばうどん食うやつと、あとそのレトロなゲームをやってね、ちょっとテンション上げようぜっていう話です。どんな感じになってるんだろうっていうね、調査も含め行っていきたいと思います。事務所の紹介しなかったね。事務所の紹介、こんな感じになってるんですよ。ちょっともじゃねえすけど。一応こっちが入り口で、でーんってやって。こんな感じになってます。あれとか照明で、こうやって撮れればいいなって思ってて、ちょっとね、まだドタバタしてて、全然、もじゃもじゃの状態です。で、ここさ、いろんなものあって、で、パソコン、これは昔大学から使ってるパソコンで、今、サブパソコンとしてまだ使えてます。で、テーブルね、L 字にしたんすよ。ね、L 字めっちゃいいっすね、やっぱ。L 字のテーブルは最高。これは楽天で買いました。で、なんといっても極めつけはこれ、これも新しく新調したんすけど、Asus っていうね、ゲーミングモニターなんですよね。このプレ4あるんですけど、このプレ4でね、ゲームするときね、めちゃくちゃいいんですよ。これね、Amazon の、なんだっけ、なんかゲーミングセールみたいなやつでね、1万5000円だか6000円だか、そんくらいで買えました。これはめっちゃいい。結構しかもでかいしね。で、パソコンでこう繋いで、あの HDMI で繋いでやるのも結構良かったです。まあそんな感じですね。ゴミ箱ちょっとこれ可愛くないですか？これも Amazon で買いました。この新しいゴミ箱。はい。という感じで、こんな感じになってます。で、あとまだまだね、ちょっと備品が足りなくて、この窓を覆う、今、ブラインドニトリさん注文してるんですけれども、それも2週間くらいかかるってまだなんすよ。でね、ちょっとこの壁ね、いろいろ改造していいって言われてるので、なんか穴開けたりもしていいらしいんで、で、後からね、なんか改造して、なんかテーブルとか増やせればなと思います。あ、後で今日だか明日だか、このソファーベッドここさ、置くつもりです。第一という感じで、とりあえず今日は角田でに今から行きたいと思います。レッツゴー。今日ね、奇跡的にまだ曇りっすけど、ほぼほぼ雨です。秋田県は。あ、まあ秋田県、三郷町、まあ全国的にも雨なんだけど、ずっと雨。こんな雨あるっていうぐらいの雨。こんな天気だったっけ、秋田県って。もっと晴れてだった気するけどな。今日は本当に奇跡的に晴れとまではいかず曇りなんですけどね。まあまあ良かったな。まあこれから多分降ってくるんでしょうけどねって思いますけど、事務所を私新しく開設して、その3日後だか2日後だかに、あの杉沢ハリキューのね、委員長松井さんがね、来ていただいたんですよ。お花持ってね、マジでありがとうございますということでね。松井さんね、実は高校の時の1個上の先輩なんすよ。松井さんマジでありがとうございました。たっちゃんも来てくれたな。そう、高校の同級生の同じ野球部だったね、チームメイトが来てくださいました。たっちゃんです。まだ来てないね、あのトシキとかケンヤとかも来ていただければと思いますけどね。あと朝日とで、事務所いる時といない時あるので、だから連絡した方が確実ですけど、大体いると思います。大体いると思うのでね、皆様ぜひ来ていただければ、遊びにね来ていただければと思います。もう少し、あれか、あ、ここっぽいな。わ、ここだ、ここっすね。うい、あーって書いてる書いてる。うわ、人やたらいるな、やたら人がいます。うわ、ついだ、24時間営業。あと外見るか。うわ、書いてちゃんと電光掲示板ってありますね。自販機ゲームコーナー、ちょっと上の看板ぶっ壊れてるけど。で、そっちが旅館になってるんですね。雲沢旅館。
旅館雲沢、なんか良さそうだし入ってみます。うわー、こんな感じ。あ、あるわ、こんな感じ。あー、すげー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 。え、なんかすげー、これ何、監視カメラ、監視カメラ入ってるけど、ここさ、すごっ。あ、でこんな感じ。うわー、うわー、すげー。一つずつ見ていくのか。あ、これお菓子、お菓子で、これが電子レンジ、電子レンジあんの。電子レンジに卵を入れないでください。おーおお、何これ。あ、ごめんごめん。あ、お父さん、ラーメン、うどん、これだね。これがお待ちかねのカップヌードル自販機、売ってるね。あったあったあった。便所か。あ、便所だ。怖え。選べる。で、こっから出てくんだべ。来るか。8、7、6、5、4、3、来ます。出ました。行けるか、出せる。はんないように。あー、ラーメンだ、ラーメンだ。うわ、すごい。 いや、それにしてもすごかったですね。24時間営業、これずっとやってんのかな。24時間営業って書いてるけど、ゲーム機とかも24時間動いてるわけ。まあレトロ、めちゃくちゃレトロったらレトロ。メビウス初めてやったわ、あれで。アーケードゲーム機でメビウス初めてやりました。めちゃくちゃ楽しかった。ラーメンもね、うめかった。ラーメンもうめうめ、麺はうめかったけど、スーパーちょっとシャーメがあったっす。はい、ぜひね、こんな感じで秋田県の観光スポットだったり、面白いところ、こういったレトロなところとかもなんか動画とかで、見せていければいいなと思ってますので、皆様チャンネル登録と高評価で応援してください。今回は以上です。ヘバの